マルスポンは、スッポンかマルスポン族に分類されるカメ。マルスポン族の模式種。別名カントールマルスポン。インド、インドネシア、カンボジア、タイ、中華人民共和国南部、バングラデシュ、フィリピン、ベトナム、マレーシア、ミャンマー最大高潮129センチメートル。廃坑の表面に、突起やシワはなく、滑らか。の色彩は、 緑褐色や褐色一式で反紋は入らない。広域に分布し形態に際が大きいことから将来的には細分化される可能性が高い。大型河川に生息する。しばしば寄水域でも見つかることもあり、海水域で発見された例もある。植生は動物食傾向の強い雑食で貝類、甲殻類、魚類等を食べる。水底の砂の中東に潜り、 通りかかった獲物を警部を伸ばして噛みついて捕食する。繁殖形態は卵生。河川の土手や川口及び海洋の砂浜等に1回に20から28個の卵を産む。生息地では卵も含めて食用とされる。開発による生息地の破壊、食用の乱獲等により生息数は減少している。ペットとして飼育されることもあり。 日本にも輸入されている。流通量は少なく稀に飼育か繁殖個体が流通する。主に妖体が流通する。大型種のため大型のケージが用意できない限り一般家庭での飼育には向かない。アクアリウムで飼育される。潜れるように細かい砂を底砂として最低でも高高ほどの深さで敷く。 大型種の上に顎の力が強くくちばしも鋭いため噛まれるとひどい、怪我を負うこともあるため、扱いには注意が必要。ありがとうございます。